はい、皆さんこんにちは。今日は誠お兄さんについての速報ですね。なんと誠お兄さんは結婚していたそうですね。実は前任の体操のお兄さん、よしお兄さんも現役中に結婚していたんですね。今回誠お兄さんは文春のサイトでそういう報告をされていますね。今回は誠お兄さんには双子のお子さんもいらっしゃるそうです。真摯にちゃんとインタビューにも答えていて、なんかすごいかっこいいなと思いました。お母さんと一緒は結婚してはいけないというようなルールがあるとかいろいろ言われているんですが、実はそういうことはないんですね。誠お兄さん、結婚おめでとうというタイミングはなかったですが、とても喜ばしいことだと思います。はい、今日はお母さんと一緒の誠お兄さんの結婚についてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。